ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、統計学の概要について解説していきたいと思います。はい、この統計学なんですけど、もう今や多くの人が学ぶ必要のある学問だと言っても過言ではないと。まあ、この統計学は数学であるにもかかわらず、もう文系理系関係なくもう多くの人が学ぶ。例えば、まあ、文系でもその社会学とか心理学、経済学とか、まあ、理系でもその工学とか医療とか、もうどんな分野の人でも、もう多くの人が学ぶ必要があると。例えば、その AI、今話題の AI とか機械学習でも、もう基礎知識として使われているようなものです。で、そんな重要な統計学について今回は概要を話していきます。はい、じゃあそんな統計学、話題の統計学のまず種類について解説するんですけど、まあ統計学は3つ種類があるって言われてて、記述統計と推測統計とベイス統計です。この3つがあって、で、メインは、まあ、統計学って言われて、メインはこの推測統計学です、主に。まあ、この全部大事なんですけど、ベース統計学はもうベース統計学として、もうすごい大きい、もう一個あると思っていってください、分野がまた新たに。一応統計学には含まれているんですけど、統計学って言われた時に最初に思いつくのは大体推測統計学になります。まあ、主に推定と検定があるんですけど、もうこの2つ、これが主のメイントピックです。で、ちなみにこのベース統計学はもうシリーズとしてもう16話ぐらいのもう動画を出しているので、ぜひ興味があったら見てみてください。で、さらにこのベース統計学っていうのはもう機械学習、ベース機械学習とか統計モデリング、ベース統計モデリングとかそういった動画も出しているので、ぜひぜひ見てみてください。で、まあ今回のシリーズで話すのは主にここですね。記述統計学と推測統計学。で、主にこの推測統計学がまあメインになってます。はい。ですので、これから、まあ、記述統計学、この記述統計学と推測統計学の簡単な概要について話して、それで、ここから、じゃあ、このシリーズではどういうことについて解説していくのかの流れについて解説します。はい。まず、統計学っていうのは、そのデータから、その集団の性質や傾向を数量的に表すことなんですけど、まあ、その、じゃあ、自分たちが知りたい集団っていうのをまず母集団とします。例えば、こういったクラスの成績。まあ、数学とか英語とか何でもいいんですけど、例えば、まあ、クラスのその期末テストの数学の点数とか、それの、まあ、性質や傾向について知りたいっていったときに、まあ、母集団をクラスの成績とします。とか、まあ、もっと大きくすれば、その全国の成績、要は全国のその期末テスト、数学の期末テストの成績とかが知りたいっていったときに、まあ、その知りたい部分を母集団とします。で、こうしたときに、この2つで対策が変わります。どういうことかというと、まず、クラスの成績の場合は、取ろうと思えば全員分のこう成績が取れる。ただ、こっちになっちゃうと、その全国の人にこう受けてもらう、受けてもらって、それを全部、全データこう回収するっていうわけにはいかないので、まあ、要は何人か、まあ、その何人かを取って、この全国の成績、まあ、高校生か中学生かにもよりますけど、例えば高校生だったら、その全国の高校生にこうテストを受けてもらって、その何人かをこう回収すると。で、そういうのを標本っていうんですけど、この標本から、じゃあその全国の成績をこう予測する、推測する、みたいな、この母集団によって、そのどういうふうにやるかっていうのが変わるんですね。で、ここで記述統計とか推測統計とかになるんですけど、こういった標本からこう予測する方が推測統計で、まあ、こういったもの全部取れちゃう方は記述統計を使います。はい、じゃあ実際に記述統計と推測統計についてもう少し詳しく話すんですけど、まあさっき言ったように、この全員取れる場合、その自分たちが知りたい集団について全データ取れる場合っていうのは、それをもうようやく整理するだけでいいと。例えば、まあ可視化、棒グラフだったり、ヒストグラフだったり、まあそういったので可視化したり、あとはその代表値、平均とか、最頻値とか、中央値とか、そういった代表的な値を見たりして、その集団の性質を知ると。傾向とか性質を知ると。で、推測統計の場合、要は母集団がめっちゃ大きい場合、全員取れないから、まあ、そこから何人か標本っていうのをもらって、まあ、集めて、そこからこう全体を推測する。っていった、こういったのがまあ推測統計になります。で、特にこういった推測統計には、その確率の話が入ってくるんですね。全員分取れない。で、推測するってなると、やっぱ確率的な話が必要になってくるので、まあ、推測統計にはもう確率論の基礎的な話が絶対に必要になっていきます。はい、じゃあこのシリーズの今後の流れ、要はこれ以降の動画で説明することなんですけど、まあ統計学で今後はまず記述統計について話していきます。要はそのデータを整理、要約する方法がどういうものがあるのかと。で、その後にその推定、要は推測統計学をやるんですけど、その上で必要な確率の基礎について話して、で、その後にまあ推定検定。この推定検定はまあ推測統計学のメイントピック。つまり、ここが記述統計で、ここが推測統計なんですけど、まあ、推測統計をやるにあたって、確率の基礎の話は絶対に必要になるので、こういう流れで話していきます。はい、じゃあ最後まとめなんですけど、まあ、今回はこの統計学ですね。主に記述統計と推測統計の概要について話しました。
で今後は記述統計をやって、でそこから確率の話やって、そこから推測統計、まあ、推定と検定の話に入っていくと。でベース統計学についてはもうその1個大きいシリーズとして解説していて、さらにその応用であるベース統計学とかベース機械学習についても話したいので、ぜひ興味あったら見てみてください。はい、いかがだったでしょうか、統計学の基礎について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。Don't you think we're done? Don't you think we're done?